会議を開きます。議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。この度の本年8月の前線に伴う大雨および台風15号から台風19号による一連の災害によりお亡くなりになられた方々とそのご遺族の方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。これよりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと存じます。全員ご起立お願いします。黙祷。黙祷を終わります。ご着席お願いします。この際一言ご挨拶を申し上げます。この度農林水産委員長に就任をいたしました吉野正義でございます。農林水産業は食料の安定供給にとどまらず、国土や自然環境の保全など多岐にわたり国民の生活を支える大変重要な役割を担っております。今日我が国の農林水産業を取り巻く諸情勢は極めて厳しく、大きな課題が山積みしております。特に農林水産物、食料の輸出力強化をはじめ、国際的な貿易体制への対応や担い手の育成確保を迅速に図ることが求められております。さらには国内で感染が拡大しているトンコレラや近隣諸国で蔓延しているアフリカトンコレラなどの家畜伝染病の予防対策を図ることが喫緊の課題となっております。このような状況のもと、本委員会に課せられた使命は誠に重大であり、改めてその職責の重さを痛感いたしております。微力ではございますが、公正かつ円滑な委員会の運営に努めてまいりますので、委員各位のご指導とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願いを申し上げます。理事辞任の件についてお諮りいたします。理事野中敦史君および亀井明子君から理事辞任の申し出がございます。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続き理事補欠選任の件についてお諮りいたします。ただいまの理事の辞任および委員の異動に伴い、現在理事が5名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するにすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは理事に池田道隆君、武部新君、谷光一君、石川香織君および浜村進君を指名いたします。次に国勢調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。農林水産関係の基本施策に関する事項、食料の安定供給に関する事項、農林水産業の発展に関する事項、農林漁業者の福祉に関する事項、農産漁村の振興に関する事項、以上の各事項について実情を調査し、その対策を自立するため、
本会期中調査をしたいと存じます。つきましては衆議院規則第94条により議長の承認を求めたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際